最後まで笑っていられるのは誰？ゲームスタートだ！トン！出発の時間だ。すべては消える。みんなを守って。この体に治療を挑んでる。アッキは俺様だけで十分だ。ランス、戦闘準備。私が守る。消えろ。くだらない。ほん月光を剣とす。この月下で全てを照らさん。エローラさん、涙雨終局は天から落とす。ランス、戦闘準備。あなた、それとも運命の意志か。すべてが消える。槍先に火を、炎のエリオ断ち切れ。聞けば見逃す。トン！出発の時間だ。私が守る。トン！月光を剣とす。炎のエリオ断ち切れ。終局は天から落とす。逃げられぬぞ。この月下で全てを照らさん。チャンスだよ。あの全ては消える。涙雨クリティが溢れる。死ぬがいい。師匠の大丈夫。涙雨クリティが降る。その程度。終局は天から落とす。怖いよ。逃げんな。あなた、すべて月光を剣とす。この月下で全てを照らさん。チャンスだよ。みんなを守って。この体に治療を挑んでもらう。ああ、槍先に火を、炎のエリオ断ち切れ。死ぬがいい。やっとタイム。どうも
槍先に火を炎の槍を断ち切れ。また足で冷風化粧だ。面倒すべてが消える。はっ、終局はどうやら落とする。さあ怖いよ。逃げんな。ほらほら、あっちは俺様だけで十分だ。出発の時間だ。引導を渡そう。涙雨クリティが溢れる。トンレンズレンズかけよう。また足手まといに。ダンス戦闘準備。うん、するにとこの月下で全てを照らさん。あなた、それとも運命の意志か。全てが消える。大丈夫、みんなを守って。やっとどうも。出発の時間だ。たとえ逆境に追いやられても、人は希望がある限りかけ続ける。君たちが持つ可能性は僕が全力を出すに値する。引導を渡す。終局はどこから落とす。黄金の矢狩り。さあ涙雨クリティが降る。くだらない。トン怖いよ。ほらほら、うん、わーい、わたしが守る。うん、聞けば見逃そう。治療はいらぬ。横領はナッシングだ。思想の綿か。はっ、月光をするにと。この月下で全てを照らさん。槍先に火を炎の槍を断ち切れ。戦闘準備。さあ涙雨ヒュッ、クリティが溢れる。終局はセンターを攻撃に行かない。ふわっ、はっ、出発の時間だ。遠慮を渡そう。また足でまといに。ほらほら、私が守る。
槍先に火を炎の槍を断ち切れ。すべてが消える涙雨。クルテは逃げられぬぞ。
闇だ。クリティの振る見逃そう、引けば見逃そう。やり先に火を炎のエリオ断ち切れ。終局はデータを攻撃に上がり、くだらない。ラン、戦闘準備。私でもといにみんなを守って横領はナッシングだ。失笑のある。この月下で全てを照らさん。みんな同じだ。どうしてもっと思い切って生きられない。スロープレーか。わざとらしい。いやつくな。思いっきり楽しむために全てのチップをかける。理性を捨ててこそ本当のゲームができる。出発するのか。ああ、もしかしたらあなたの言っていた場所に立ち寄るかもしれない。ビノコニーか。夢の中で何を探したいのだ。何も探すつもりはない。それらは夢の中にはないから。おそらくファミリーは君を受け入れないだろう。なぜだ。君が歩んでいる道は調和とは相入れないものだからだ。それが私の望んだことではないとして。それが君の望んだことではないとしてもだ。何しろソは他のアイオンとは違うからな。ソは誰にも目を向けたりしない。誰かに目を向ける必要もない。ソは運命の糸を残し人々を歩かせ、共に巨大な影を織りなしている。そしてその影も静かに彼ら自身を包み込んでいる。その影の中から戻ってこられる人もいるだろう。彼らの大半はその影の一部となったのだ。あなたの目には私も同じように映っているのか。君にはまだ少し色彩が残っている。だが多くはない。それで十分だ。
それが完全に消える前、私は虚無の果てにたどり着く。涙雨降りて溢れる渡り、読み地を焼けず常よ帰る。ここはどこだ。巨大なブラックホール。海。成功したのか。この悲しい世界へようこそ、カカワーシャ。あなたの幸運は私たち、全てのエビ賢人にとって最も貴重な宝物なの。2日間生き延びることができれば、お前の力が本物だという証明になる。富、地位、権力、カンパニーはあなたが望むもの、望まないもの、すべてを与える。そして私たちは次のカカワのオーロラの下で再会する。残念だが、ここはあなたが期待している場所じゃない。虚無なのか。あなたから見れば、私は正体を隠した司令かもしれない。だが眠る無双者は誰かに目を向けたりしない。祖は姿形を持たず、意志もない。虚無は平等に全ての人を包み込む。一部の人々は祖の影の下でより遠くへ行き、より多くの無に染まる。それだけだ。それだけって。君の言葉は本当になんて返せばいいのかわからなくなるな。つまりここが僕のゴール、死後の場所だってことか。これは一瞬で過ぎ去る夢、無数にあるイクスの姿の一つ。虚無が見守る中、私たちは短い時間ここに留まり、やがてそれぞれの進むべき方向へ向かっていく。僕の死は決まっているみたいだね。あなたがそれを望んでいたとしても、私には約束できない。目的が達成されたなら、あなたはもっと正直になるべきだと思うが。どういう意味かな。遊園地でのあなたのショーは虚勢に満ちていたが、とても面白かった。単純だが実践的な技法で、ほとんどの人を騙してみせた。
あなたがここまでの労力を払い、自分の命までかけた理由が、かつて否定されたとされる事実を、ピノコニーの無境に本当の死は存在しないという事実を再確認するためだったとは誰も思わないだろう。どうして僕がそんなことをしなくちゃいけないんだ？そうしなければあの連続殺人事件以上に隠された秘密に触れることができないからだ。夢の中の死を利用してこそそこにたどり着くことができる。この宴の中で人々が常に探し求めている約束の場所、時計屋の遺産、本当のピノコに。どうしてわかったんだい？私も予想していなかった。まさか偶然知ったあることが全てをつなぐ鍵になるとは。それはあの人の正体だね。あなたも事情を知っているようだな。確信はないけど、その可能性に賭けたいと思ってる。殺人事件はいい口実だけど、それだけじゃ不十分だ。ピノコニーで実際に1、2件程度の殺人が起きたところで、影響を受けるのは一部の人間だけ。世界に波紋を広げることはできない。この美しい夢は大海原じゃなくて孤島なんだ。ファミリーは調和を利用して高い堤防と壁を築き、人々が大海原で溺れないように守ってる。同時にこの死を隔てる壁を使い、知られざる秘密を深海に葬った。苦痛も死もない美しい夢の中では、その秘密は永遠に日の目を見ることはない。ただし誰かが壁の向こうへ行き、生きて帰ってきたなら話は別だ。そう、そして誰かがそれを成し遂げたんだ。ヒントは早い段階で手に入ってた。口の聞けない人が声を出せない人を指していないなら、あとは言葉を話せない人以外にありえない。深海から生還したもののステージに立って話すことができない人、彼女が今も無事にピノコニーにいると知って嬉しく思うよ。ヒント、証拠じゃないのか？残念だけど証拠はないんだ。僕の推測を裏付けられるのはファミリーが死に直面した時に見せる誠実さだけ。彼らは部外者に対してとても寛大だけど、寛大すぎて逆に何か隠そうとしているように見える。真相を解き明かすには証拠がいるけど、何かを疑うだけならそんなの必要ない。僕にとっては後者で十分なんだ。あの記憶行きミームを見つける必要はない。ただあれと同じように僕を殺せる誰かがいればいいのさ。私にはあなたは十分な確信を持てていないように見える。わざわざ全体放送を流してより多くの人たちを巻き込もうとした。それはあなたが誰かが壁を打ち破る可能性に賭けていたからじゃないのか？あなたは確かに幸運で、運命は私たちの道を交わらせた。そして幸い私は刃物を持っている。美しい夢の幕を切り裂き、あなたの調和の烙印を一刀両断できるほどの鋭利な刃を。あなたは狡猾だな。
わざと私たちが対立するよう仕向け、他人の前で指令という言葉を繰り返し、私を引き下がれなくして刀を抜かせた。だからこそあなたは勝てる。時の運と策略はどちらか一方が欠けてもダメなんだ。あなたの計画では常にカンパニーが勝者となる。たとえ最後に賭けに負けたとしても、ファミリーにとって死者の命は大きな損失につながるものだからな。大きな賭けだと思うだろう。でも一つ間違いを指摘させてくれ。カンパニーは必ずしも勝つとは決まってない。ある重要なことにおいて僕には退路がないんだ。性格を爆発させることは僕にはできない。粉々になった砂金石じゃ、僕がステージから退場するときに身を守ることすらできないだろう。もし君が最後まで刀を抜かなかったら、僕は全てを失うことになる。もしを話していても意味はない。あなたは勝った。あなたは、その深海へ行くチケットを自分の手で勝ち取ったんだ。この後、深淵から戻って来られるかどうかは、次の大きな賭けになるが。あなたは、一度も迷ったことはないのか？迷ったことは、もちろんあるよ。でも、僕は自分の幸運を信じるしかないんだ。それ以外、僕には何もないからね。この夢から覚めたら、行くべき場所に行くといい。あなたの賭けは、まだ終わってないからな。別れる前にもう一つ質問に答えてもらえないか。その道を歩む人として教えてほしいんだ。どうして僕たちは死ぬためにこの世界に生まれてくるのかな。そんな風に思ったことはない。あなたも同じだろう。でも虚無は僕たちを、全ての人々を包み込んでるじゃないか。だからこそそれには意味がないんだ。でもそれはまだそこに存在してる。もし運命のダイスの目が死刑で埋め尽くされていたとしたら、それこそが僕たちの運命の帰結だ。僕たちはどうしてそれに逆らう必要があるんだろう。私の答えはあなたの迷いを解消できないかもしれない。それはあなたと共にずっと歩んできたもので、すでにあなたの人生の一部になっているから。だがあなたは、睡眠は死の予行演習。生命体はなぜ眠るのか。それは僕たちがまだ死を迎える準備ができていないからだ、と言った。なら、あなたも理解しているはずだ。私たちがどうして準備しておきたいと思うのか。仮に結末が決まっていたとしても、そんなことはどうでもいい。人には変えられないことがたくさんある。だがその前に、結末に向かうまでにできることもたくさんあるんだ。そして結末は、それによって全く異なる意味合いを見せる。自分のポケットを見るといい。あなたの友人はとっくに答えを渡している。幸運を祈る。
ゃあ僕も行くとするかな。お兄さん、行っちゃうの？やっぱり最後はこの無境から出ることを選ぶの？ああ、ここには彼らがいないからね。父さんも母さんも姉さんも。じゃあその人たちはどこにいるの？みんなが行くところにいるんだ。遠く遠く離れた場所にね。お兄さんもそこに行くの？うん、いつかは行くよ。でも今じゃない。いつかまた空から雨が降る日が来る。そしてチボシンの声が聞こえ、運命の時が来たと悟ったら、僕は家族に会いに行く。だからその時が来る前に準備をしないといけないんだ。何の準備？彼らに会うための準備だよ。カカワーシャ、彼らの誇りになるんだ。うん、お兄さんならきっとできると思う。頑張ってね。ああ、もちろん。僕は死母神の祝福を受けた子だからね。でもまだ緊張してるみたいだけど。僕もそう思う。僕を助けられるのは君だけかもしれないな。カカワーシャ、最後にもう一度手のひら合わせをしないか？行くの？ああ。チボシンが三度瞳を閉じますように。その血が永遠に巡りますように。旅がいつまでも平穏でありますように。計略が決して露見しませんように。僕たちはカカワのオーロラの下で再会する。さようなら、カカワーシャ。約束を果たした。そして望みを叶えたのね。計画通り、あなたの奇跡はファミリーのテリトリーに届けられました。次は私たちの役目を果たして収穫を始めましょう。私が謁見し、私が酒を注ぎ、私が奪う。私は甘露に毒を授け、春に種をまき、秋に収穫する。枯れた果実が枝いっぱいになるまで
私は耐えて待つ。すべてを琥珀の王に。目が覚めましたか。ここでずっと待っていました。何もしていません。ただあなたが目覚めるのを待っていただけです。私は性格ハンターのサム。以前にも会ったことがあるでしょう。もっと早くあなたの前に現れ、事実を伝えたかったのですが、予想以上の妨害に遭いまして、11回試したのですが、すべて失敗に終わりました。いつの間にか、この世界とのつながりが強くなりすぎて、脚本の束縛から逃れることができなくなってしまったようです。エリオの言う通り、あなたも私も、この夢の地で、忘れられない収穫を得ることでしょう。私は彼やカフカのように、人の心を知り尽くしているわけではありませんし、銀狼や神のような特技もありません。私が得意とすることのほとんどは、慈悲を必要としない悪党にしか使えないのです。なので、私が取れる手段も一つしかありません。そう。そう、君に見せるしかない。私の全てを。迷宮のような廊下や部屋、あちこちに仕掛けられた罠。この屋敷の主は疑心暗鬼になってるみたいだな。面白いことを言いますね、保安官。そのユーモアが連続殺人事件の犯人逮捕に役立てばいいのですが。個人的な意見を述べたまでだ。どうした？痛いところを突かれたか？ギャラガーさん、私はあまり忍耐強い方ではありません。消極的な仕事ぶりは、あなたが真犯人とつながっているという私の疑念を強めるだけです。ふん。悪党ならず者、酔っ払い、ゴロつき、そういうゴミみたいな言葉は腐るほど聞いてきたが、まさか自分が殺人鬼の共犯扱いされる日が来るとは思わなかったな。さっきの言葉を撤回しよう。お前の問題は疑心暗鬼が過ぎることじゃない。お前は狂ってるんだ。わかるか、狂人。お前らファミリーは俺のような老犬の背骨を折り、牙を抜いた挙句、今度は殺人犯呼ばわりするのか。ふざけやがって。町中の野良犬におかしなことをするのはスラーダを飲みすぎたバカだけで十分だ。一体何がお前をここまで狂わせてるんだ？俺なんかよりフィルムランドで大騒ぎしてる客人たちのことを気にすべきじゃないのか？あなたに言われるまでもありません。あの死者が館の門を出た時点で、彼が何をしようとしているのかは分かりました。私の使用人は全てを見ていた。彼のマジックには騙されましたが、そんなことはどうでもいい。今の状況は私も望んでいたものですから。なぜ私が彼を見逃してわざわざフィルムランドのステージを開けたのだと思いますか？
私の狙いは最初からあなただったからですよ、良犬。彼が騒げば騒ぐほど、あなたやあなたの本当の主人に血の償いをさせるチャンスが増えますからね。俺が本当に犯人ならどうしてそこまでコソコソする必要がある？ああそうか、忘れてたが、お前にも面倒な主人がいるんだってな。あいつらはお前に殺人事件なんか放っておいて調和セレモニーに専念するよう言ったんだったか。そうだろう、優しい兄様。どうやらあなたの変装はファミリーのことを知り尽くすのに役立ったようですね。変装？俺が偽物に見えるなんざどんな目してやがる。その目を見開いてよく見てみろ、降臨野郎。確かにあなたの体を構成する全てのものは本物だ。バンニのように柔らかくカールしたブラウンの髪、サー・ウィテカーの視線を思わせるオレンジの瞳、風変わりな傷跡はウール氏の勲章でしょう。灰色のベスト、ネクタイ、ハウンドの勲章、水筒、カクテル作りの技術、保安官の肩書き、全て本物で52人の忠実なファミリーのメンバーに由来している。それらが一つの場所に集まり、無数の小さな真実が嘘を紡ぐ。あなたは全ての人から認識を集め、それをもとに無境の中で完全なギャラガーを虚構した。違いますか、神秘の手先。すごいな、やるじゃないか。大したもんだ。どうやら俺はお前を見くびっていたらしい。褒めてやるよ。だがそれがどうした？それでお前の妹とあの密航者を殺したのが俺だって証明できるのか？少なくともあなたと記憶行きミーム、死が同じ穴のムジナであることは証明できる。それで十分です。いいですか、私はあなたがどうやったのかなんてどうでもいい。私が気にしているのは一つの質問の答えだけ。貴様、この死に損ないの負け犬風情が、なぜロビンを殺した？人は目に入った砂を見れない。ただ存在を感じるだけだ。答えを知りたいか？教えてやるよ。全部クソみたいな運命のいたずらなのさ。リスナーの皆様、こんばんは。スターピースラジオの時間がやってまいりました。こんばんは。スターピースラジオへようこそ。Thank you.
まずは今日の主な内容をご紹介します。スターピースカンパニーと。